了解。1と4ね。はい。よし、皆さんこんばんは。今日も始まりました。のりこの好きにさせてよ。今日ブラックアンレイディオバージョンでございます。この番組はヒーラーであるのりこが、ですね、こっちから行こうかな。こっちかな。分かっとるんかっていう話なんだよね。ちゃうのをしてしまった。ごめんや。こっちや。あ、いいですね。はい、ですね。これと何番？4番、3番出た。はい、あ、これいいですね。この番組は、ヒーラーであるのりこがですね、毎日日々起きてきたことや、見たことについて、そこはかとなくいろいろ吐き出す番組なんですけど、ブラッカンではゲストを招きして、ゲストのこう、まあ、いろいろ思っていること、何か発信したいことをどんどん出してもらっちゃおうという番組にしております。よろしくお願いします。お願いします。今日は、玉浦夏子ちゃんゲストでございます。こっちかな。ほら、あ、皆さんこんばんは。玉浦夏子と申します。今梅田周辺のシェアハウスに住みながら、交流会などのイベント業と、なんかオリジナルの数秘術を使った数秘術鑑定をしております。よろしくお願いします。イエーイ、ようこそいらっしゃいました。ありがとうございます。いかがですか、初めてのスタジオは。いや、なんかもう今なんかもう設備にすごく驚いてますね。ね、本格的でしょ。ね、本格的すぎて。そうそう、私も初めて来た時はすげーと思って、もう本当キョロキョロしちゃう感じの。そうやね。今回ね、いろんな人がだいたい4人くらい入れるかな。4人、5人くらい入って。すごいですね、本当に。日によって見学者がそこに座ってたりとか、番組によってとかね、ゲストが連れてきたお友達とか、はい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 、なんか入っていいよとかができるので、もしよかったらこれを機にですね、またお友達を連れてきてくれても全然構いませんので。なるほど。お友達紹介して、私は聞く役に今度は。そう。あ、そうそう、それでもいいよ。で、あと一緒に座って喋るのも全然ありなので。なるほど。うん、今2人で困難してますとか話もできます。へえ、はい、今日はこんなた、夏子ちゃんですね、はい、ちょっと紐解いていきたい。まず何か自己紹介を、はい、待ってシェアハウスに住んでるって言った。はい、シェアハウスに住んでます。そうか、シェアハウスって何、友達とシェアしてるってことですか。友達って言えば友達なんですけど、もともとシェアハウス、違うシェアハウス住んでたんですよ。で、そこで知り合った友達と、友達が違うシェアハウス住み出して、でそこに呼ばれたみたいな。何人で住んでるの？今で7人。7人で男女7人で。どんな広さですか？一軒家なんですよ。あ、一軒家、うん、で一人一部屋の？ないんです。あ、じゃあ友達と2人で同じ部屋を使ってるとか。そうです。ドミントリーイメージしてもらうと分かりやすいと思うんですけど、2段ベッドあって、だから女子部屋に2段ベッドが2台置いてあって4名入るんですけど、で男子部屋に2段ベッド2台入ってるから4名入るみたいな。じゃあ合計8名入れるってこと？そうですね、8名と、もう1部屋なんかそのハリーポッターの部屋みたいなのがあって。なんだそれ、本当に。どんな、階段の下に、あ、本当にハリーポッターのその最初の、住んでた部屋があるじゃないですか、ああいう感じのお部屋が一個あって、多分、まあ、物置やと思うんですけどね、もともとは。だけどまあまあな広さあるから、そこに一人、もともとのそのオーナーの知り合いの子が入ってる、入ってて、マックスで言えば9人住めるんですよ。で今7人。今7人。聞きました。そんなとこあんねや。ってことは一軒家ってことは広さで何 LDK とかなんですか。L って何です。ルームのあれですよね。リビング。リビング。リビングダイニング。リビングダイニング。LDK あります。LDK あります。リビングダイニングあります。で、お部屋自体は、お部屋自体が何部屋ですか。女子部屋と男子部屋と。和室と、あとなんかこう本当は物置になるところをちょっと書斎化してるんで、4部屋ぐらいですかね、使ってるのは。でそのいやいや階段下の部屋があるんでしょ。あ、そうか、5部屋。5部屋、うんうんうん、であとバス、トイレに台所、そうですね、でリビング、
があるわけですが、うんうんうん、いわゆるソファーを置いてるようなリビングがあるってこと。そうですね、その和室もでもみんなで集って遊ぶところとかじゃないの、うん、そうですね、和室も何畳、6、7畳ぐらいは多分あると思いますよ普通に、大きいね、ねえ、でもどうなの、あのお部屋でほら4人同じ部屋に人がいる、寝る時だけでもね、はいはい、それってしんどくないんですか。あー、なんか私は最初それが嫌かなと思ってそこになかなか行けなかったんですよ、うん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 、前住んでたところは本当にだから個室感あるところに住んでたんで、うんうんうん、あー同じシェアハウスでも、ね、そうなんです。でさすがにドミトリータイプはどうなんやろなと思っとったんですけど、意外と住めますね。へー、なんか合わへんわっていう人はいないってことで。そうですね、女子はもうなんか本当陽気な子が多いから。でもそうじゃないとそういうところ選ばへんのかな。そうですね、なんかこう、うんうん、多分性格的に向いてるのはやっぱりこう陽気な子とか、ね、人といられる子やもんね。そうですね、人が好きな子じゃないとまず住めないと思います ね、 ね、ああじゃあ私無理か。ね、それでお家賃はいくらになるの。家賃がだから家賃自体は3万5000円で、うん、で共益費そのガス水道代とかを含めて、うんうん、プラス5000円で4万円。ああ4万円でもするんだね、うん、うんうん、それで4万円か。でも梅田にめちゃめちゃ近いんですよ、まあ、歩いて行けちゃう。行けちゃいます。あ、本当、あ、そういうとこあんねんね。え、いくつもあるんかなそういう物件って。あ、結構探せば結構やってはるオーナーさんがいっぱいいてて、なんかそのサイトとかでも結構こうシェアハウスの専門のサイトとかあるんで。賢いよね、でもその方法がね。あ、でも小部屋のがいいな。だからなんか初めて、まあどうなんですかね、初めて一人暮らしするちょっと怖かったりする子とかにも向いてるかもしれないし、うんうんうん、あ、なるほどね。なんだろうな、あとはやっぱりこう誰かとこう生活するのに慣れてる子だったら全然向いてますね。で、一人暮らしするより初期費用とかが断然抑えれるんで、うん、確かにね。なんか身の回りの家具家電いらないんですよ。いらないね、いらないね、ほんまや。よし、まあ好きな時に出れるというか、まあ一応そのシェアハウスごとのルールがあると思うんですけど、退去も割と簡単にできるんで、まあ、カバン一つでって感じでしょ要は。そうですね、まあみんなカバン一つでまでは行ってないと思うんですけど、何かしら荷物は持ち物は増えていく、ね、そう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 、持ち物めっちゃ増えてきますね。でもあんまり家具は置けないもんね。そうですね、自分の家具っていうのは置けないですけど、ついてるの洋服ダンスみたいな。あ、ほんまにクローゼット緑みたいに、なんかもう本当になんか一軒家なんで、一軒家でのあのこういう普通のあのクローゼットが女子部屋は両サイドについてるから、女子は本当にこう結構大きめのクローゼットもらえますね。へえ、あ、それすごいね。うんうん、そう、あのうちが息子が、うん、やっぱり夜ドミトリーに入ってたので、ずっとね、高校中学高校 でお部屋に自分のテーブルにもなりの棚にもなってて、うん、でその横にちっちゃいけど洋服ダンスみたいなのがついててみたいな、うん、各4人部屋だから4つ設置されてて、うん、でその前にお布団をもみ、あの頃は男の子が引きっぱなしでね、うん、めっちゃ汚かったけどそんなとこに住んではったから、うん、なるほど、そういう雰囲気なんだ。それ用に改装しはるんかな、やっぱ中をね。あ、多分そうです ね、それ用にだからまあできるというか、だから今もそのまた去年できやり始めたのが去年からなので、シェアハウス自体を、その今住んでるシェアハウス自体を、うんうん、なんでまだそのみんなでこうルール作ったりとか、だから最近そうですね、人数ちょっと増えてきたからルールもうちょっとちゃんとしようよみたいな、うんうんうん、まあお風呂入る順番とかあるもんね。そうそうそう、あとゴミとか掃除のね、やっぱり出てくる問題ってやっぱそういう家事的な問題があるんで、その辺はなんかみんなでちゃんとやろうよみたいなのを、この間みんなで集めてミーティングして、うんうんうん、え、年齢層はどのあたりでくくられてるんですか。
年齢層はね、うん、意外とね若いんですよ本当に。へえ。20代ね前半の子が半分以上。あ、うん、そんなに20代前半で、私がまあちょうど30なんで、うん、私と私の友達がまあ30超えてるぐらいな勢いですね。すごいね、そんなとこにいられるんだ。でも子供らにはいいかもな、出だし人といられるんであれば。うん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 。あとはなんかまあ実家が大阪にあってとかだったら結構こうなんていうんですか、行き来できるじゃないですか、実家とこのシェアハウスを行き来できるから、割とこう兵庫の子とかがいるんですけど、実家に結構帰ってたりはしますね。休みになったら、あ、ちょっと実家帰るわとか言って実家帰って、うん、また帰ってきてみたいな感じで過ごしてたりとか、そうセカンドハウス的な感じで住む子もいたりとかするんで。あ、普段でみんな普通にお仕事とかしてはるってこと。そうですね、普段仕事してて、で昨日、本当は今日友達の誕生日なんですけど、でみんなの予定的に昨日みんなが早く帰ってくるからみんなでこうちょっとお祝いしたりとかして、うんうん、ああなるほどね、夜遅くまでワイワイしてたりとか。コロナやで確かに座ってるやん、すっかりって感じになるよね家族でいるのも一緒な条件やけど、若い子が7人もおったらもうそれは十分。確かにね、感染自粛してくださいねって言われる場所やね。確かにそうですね。でも全然平気やね、普通のことに。そうそうですね、面白いね、そんなんあるんだね。あ、ちょっと調べてみよう。私はでももう無理やわ。まあだから若い子にはすごいおすすめやなと思います。だからすごいなんていうんですかね、いろんな子と住むってまた面白い、私は面白いと思うんでね、いろんな感覚持ってるから、なんて言うんだろう、その子が気になる部分、なんか生活してて、あ、こういうとこ、こういう細かいとこすごく気になるんやこの子はみたいな。あ、はい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 、はい、普段そういうねタイプじゃなくてもとかはあったりとか、そう話してるとこう考え方とかも、あ、この子こういう考え方ができる子なんやとか、うんうんうん、あ、そう考えるタイプなんねとか言って、なんかちょっと面白いなって思って。へえ、シェアハウスじゃあやったらわ、自分で。あ、私がですか。私がでも楽しそうですね、若い子育成、ね、うんうんうん、でもそうなったら寮母さんみたいに私はそこにいたいな。あ、うん、お世話する。そうそう、もう普通に触れ合う、おばちゃん扱いでいいから、そこにおって、あの、まあ、料理作ってくれる人もおって、うん、もうまさに寮みたいに、はい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 、っていうのがいいな。それはしたいな。そうだからなんかこうそのシェアハウスによってまた違うんですけど、前住んでたところは誰か一人がこうお掃除する人みたいなのが決まってて、うんうんうん、でなんか週に何回か掃除来てくれてる感じの、来てくれはるわけ、うん、まあ住みながらですね多分、なんかそのオーナーさんがだからちょっと家賃安くするから、なんかそのそういう働きしてくれる契約してたら、その子が責任持ってゴミ出してとか掃除してとかをやってる子がいてたんで、なるほどね、そのオーナーさんによってこう考え方があるみたいな、そうやね、うん、それもいい方法やな。そうだから、ね、お料理専属の子だけ雇っといたら、うんうんうん、とりあえずね、ご飯みんな作ってくれるよみたいな。まあね、それはそれで修行になるし面白いやね、うん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 、料理好きな子にはね、お店屋さんぐらい作ってくれたら食器は揃えとくよみたいな。ああ、そんなも楽しい な、 な、確かにいいですね、それ面白いです ね、 いや将来ね、最近ちょっとずつ固まってきたんですけど、やっぱりあのペンションみたいな癒し、まあ最初癒しカフェをするんですけど、癒しカフェ&バーっていうのをして、はいはい、それを組み込んだペンションで、いわゆるもう癒しが欲しい人が来るところを作りたいんですけど、はいはい、そこに来てくれたら、要は自分のこう個性とかこう持ってることも分かって、自分がどういう方向に行きたいかとかもこう相談をしてもらえたりできたりとか、でそういう場を提供できるとか、うん、あとは当然私がそういうところをやることによって人員が必要やから、うん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 、ここで働いてくれる人、うん、でこういうあの仕事があるよとか、
もうね、適材適所に全部割り振っていきたい。あ、そういう場所をとにかく作りたいんですよ。うん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 、それに今の話はいいな、なんか寮みたいなん楽しそうだよね。ね。で、人員が確保できて、例えばあのほら、こういうイベントにこんな人が欲しいってあるやん。この間も一個イベントに出たんですけど、出たとかマルシェ行ったんですけどね、うんうんうん、あのそこで、主催者が誰か、私ちょっとあの時はっきりよく分からへんかったけ ど、何の内容をメインでこのイベントが開かれたのかっていうのがちょっと薄くって、はいはいはい、主張が、うんうん、で、なんていうのかな、その、まあ、そこに関わっている会社の企業のいわゆる、ファスティングのインストラクターさんという人が来て、うん、その人が講演をしてくれて、セミナーをね、うんうん、でズームでもそれを配信してとかでやってはってんけど、うん、なんかその彼女が来てくれて話をしてくれて、で他にもズームだけのセミナーをしてくれはった女の人がいたんやけど、うん、その彼女にズームだけでやってくれる人に対してのこう、うん、お世話が本当は誰がせなあかんかったんやなっていうところがあんねんけど、そのセミナーの要は主要人物で来てくれた女性がしてはったから、うんうん、パソコン越しに、うん、それってそういう位置づけやったんかなとか、うん、あとはそのなんていうかな、もっとやっぱりほら声かけができないと、うん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 、あーですこうですとか、もっとこう売り込みたいことがあったらもっとどんどん言った方がいいとか、なんかそういうほら、うん、もったいないなっていうのがすごく私は見えてしまって、もっと有効利用したらいいっていう、やっぱり割り振りをあのさせて人をそれぞれに配置した方が、あなたはじゃあこれ見ててね、あなたはこれをやってねっていう風な方が、うん、イベントってうまくいくでしょ、うん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 、だそういう人材派遣ができたらいいなとか、ね、こういう人材がいるからここはこの方に任せてあげてとか、こうやって組み立ててこの会はやった方がいいんじゃないとかっていうのをやりたいなとか思ったり、ああいいですね、なんかやってみたい子とか、うんね、集まってて、まあ卵かもしれんけど、でもそういうなんか MC やってみたいとか、お料理作ってみたい子とかを、じゃあ今回はこの子を派遣させるから、ちょっと MC やらせてみてとか、上手な子っているやん、また、ね、ほんまに言ってます言ってます、どんどんやらせてあげた方がね、うん、みんなで何かができるのがもっと形ができるから、うん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 、そういうのを大きくて広くやりたいなっていうのをずっと思ってて、うん、今のそのだからいいな、ドミトリー、うん、そういう子たちを住んでもらってとか、うんうん、ね、まあ、鍛錬の場にもしてくれたらいいけど、うん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 、ありがとうございます、いいこと教えていただいて、あ、よかったですぜひ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 活用最近そういうことばっかり考えてて、さあでもね、そういう知らんかったら、私もでももっと早く知っとったらシェアハウスもっと早く住んでたなとか思ったりするんで、うん、あ、そう、へー、もっとこうこんな子に教えてあげたいわとかも思う時がある、じゃあ、こんなんあるよ、みたいな、そうですね、だから海外とか好きな子とかだったら、あ、全然いける、ね、多分いけると思うんですよね、いける海外好きな子はいけるとか、私がもともとリゾートバイトしてたんで、うんうんうん、まあ、リゾートバイト行ったことある子とかは全然いけるし、あとはその一緒に住んでる子で、あの世界一周の船の旅とか、うん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 、あれも結構だから船の中ってああいう感じになってるから、それに比べたら多分広いんですよ、あ、そうかそうかそうか、あ、いいね、サバイバルで、そう、なんかそういう子たちとか、まあ、あとは本当に大学生とかでもなんかこういろんな経験してみたい子には絶対おすすめしますね、下宿としては抜群やね、うん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 、その方が親も心配じゃないやね、うん、ほんまや、同じ学生ばっかりで集うよりかはいろんな人がいた方がいいし、そう、あ、ちょっとそれも考えてみよう、だからなんかそういうね、もうね、老若男女なんで、うん、若い子対象ではなくて、だから寮母さんがおって、うん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 、おばちゃんがお掃除してくれるとか、いいですね、そうそう、があるとみんなに需要があるわけやか、うんうんうん、そういうのがもう複合的にしたいので、うん、ちょっと真剣に膨らんじゃったら考えます、あ、いいですね、いいですね、まあ、そんなことばっかり考えますそんなことより夏子ちゃんは他に何か、ね、今何をして何に燃えてるんでしたっけ、何を今はね、活動的には数秘術ですね、 あれからもっと深まったんですか、いや、あれからでもね、全然ね、動けてない自分との葛藤をしててあの時も言うとったやないかい、そうなんですよ、なんかこう私のまあ課題なんですけどね、行動力っていうのが一番の課題なんですけど、どうしようみたいな、やっぱりこう自分の中で何がしたいかなっていうのをちゃんと考えた時にも、やっぱりこの なんだろうこうスピリチュアルな世界のお話がやっぱり好きだなっていうのを
自覚したんで、私がやっていくの多分この道やなと思って、ほう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 、それは確定したみたいな。そう、なんか交流会だから交流会もやってるけど、どっちやりたいんって自分に言ってみたんですよ、うん、でそうしたらやっぱりなんか自分のなんかこうルーツ探ったりとかする方がワクワクするなと思って、で交流会は交流会でね、全然普通に人とお話しするのが楽しいので、うんうん、していくんですけど、でもそこからなんかこうなんかすごいなんかビッグなイベントをしたいとか、うん、なんかそういう風な形にしたいわけではないので、まあ、交流会はどっちかにこう鑑定の1個前ぐらいな感じの、私鑑定してるんですっていうのをこう広めれるじゃないですか、うん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 、交流会で言ったら、うんうんうん、でそこからこうね、興味ある子とかとつながれたらいいなとか思う感じでやりたいなと思ってて、でそこからまあ鑑定とか、あと今、オラクルカードもやってるんでやりだしたんで、こうでこうそういうのでちょっとこういろんな人と触れ合いたいなとは思ってます。なるほどね、うん、そっか、占いの館に勤めるとか、あれ、いや館にはね住みたくないんですよね理想はもうなんか本当は私でも定住したくなくて、あ、一つの場所に、はい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 、今一番やりたいのはよくあるなんていうんですかね、キャンピングカーみたいな感じのスタイルで、もう各地回りたいみたいな、ところ行ってそこで鑑定してあげるみたいな、うん、あ、それいいよね。あ、それも画期的じゃない。なんかそれでもいいし、もう自分が直接行ってもいいし、今ほんまにオンラインとかもできるんで、どこに自分が好きなとこ行っといて、鑑定したい人とこうオンラインでつながれたら、別にどこにいてもできるじゃないですか。なんかそんな感じで、好きな場所で好きなことするみたいな。うん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 。あ、いいと思います。全然それいいと思います。どんどん。あ、で皆さんはうんと思ってるかもしれませんが、はい、私と夏子ちゃんは、はい、何月やった、あれ、え、4月5月3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 月、うんうん、3月の、マルシェとある、天満橋で行われたマルシェで出会いまして、はい、で、そこで私数秘を見ていただきまして、はい、そこからのお知り合いでございます。ねえ、ね、ありがとうございます。あの時も本当に霊気もしてもらって、そうやね、霊気もしたね、ありがとうございます。いや、楽しかった。そうそう、まだでもあの時はくすぶってたもんね、なんとなくね。そうですね、なんかすっきりこう抜け出てなかった感じはあったけど、今日は抜け出ておりますね。なかなかいい感じに、うわ、ありがとうございますなんかね、もうなんかいろいろそっからでも自分の中でこういろいろね、うん、探ってて、うんうんうん、まあまあええ時やね。なるほどってなりながら、できる、あ、まあでもそうやな、例えば出会いは、うん、まあ、ここでそのこういう名刺出していいかどうかわからんけど、クラブハウスの方が圧倒的にそのスピ系で行きたいとか自分の方向性を決めた場合に出会える速度は早いので、やっぱりそうですね、恐ろしく早いです。あそこはもうね、スピリチュアルの場所って言ってもいいぐらいの引き寄せの場ですね。すごいですね、怖い怖い、やっぱりあれから毎回やっぱり入ると思うけど、うん、っていうのがすごい多い。必要な言葉がどこからか投げられてくるので、うんうんうん、なのであそこでやっぱりビジネスが成立するとかいっぱいお話を聞くからね、すごいつながりがまた濃くなっていくはるので、縁のある人たちはすごいなと思っていつも眺めてるけど、だからもう自分でクラブハウスで数日のルームしたらいい。そういうことですね。そうそう、なんかちょこちょこそこからだから、うん、のりこさんに言われて、それまでなんかクラブハウスをちょっと放置してた私がちょっとだけこうお風呂入る時とかに開いては気になるルームに入ってこう流し聞きしてたんですよ。でもスピーカーに上げられへん、流し聞きでいける、もういきなりスピーカーポンって上げる、ちょっと待ってみたいな時ない、もうあれ困んねんや。いやでも結構だから大きいルームに入るんですよ。あ、はい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 、集まって100人ぐらい集まってたら、あ、やっぱそれ探す、そんな分からんし、あとガクトとかがやってるやつとか面白いから面白いよね。ね。そうね、うん、なんかもうぶっちゃけてんなとか思いでもね、やっぱりじゃあ同じように数秘してる人の部屋にも入ったりとか、あ、そうですね、ちょっとスピリチュアルの話をされてるところにも行ったりとか、うん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 、
それでも合う合わへん感じるでしょ、うん、あこの空気はちょっと違うかなとか、あなんか声質とかですよね。そうそう、声質とさっきも言ったその言葉遣いとか、うんうんうん、なんかそのやっぱりプロフの写真とかもあるし、そうです ねプロフィールの紹介の内容もあるし、うんうん、いろいろ見てうーんっていう時はあるし、うんうんうん、この人すごいなって思う時もあるし、ね、いろいろやね。ね。でもだからこそ余計にすごい吸引力やからね、クラブハウスは。利用しない手はないと思います。ないんですね、うん、もうそっちかなと思う。動き出したならそうほらエネルギーが強いから、はい、動くたびにいろんなものをこう磁石のように引っ張ってきてしまうやん。はい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 。それがもろに出てくるから、何か出会いが当然自分からもいろんなお部屋に行って、うんうん、もう今度はスピーカーに上がって喋るとか、うんうん、実際自分も見てもらうとか、うん、いろんなことした方がいいかもしれへんけど、そうですね、うん、利用価値は高いと思いますね。ですね。交流会よりかは、交流会はもうほんまにいろんな人が雑多な人が来るでしょ、うんうんうん、疲れるんちゃうかなって思うねんけど、 あんまり行きたいって思わへんかな。なんかどういう系統の交流会っていうのがわからないとしんどいかなってなるかな、私の場合はね、うん、私はだから交流会の時は本当にざっくばらんにいろんなお話を聞くっていう感じですね。価値観をいただくというか。でもあれやね、主催者でしょ。そうですね。だから自分が進めていくんやもんね、うん、司会し持って、うん、あすごいじゃんいやでもなんか、まあ、一回こう形を作ってしまうと、うん、このリズムなんやなっていうのがありますね。なんとなく、はい、まずは私が、まあ、ラジオもそうですけど最初に喋るじゃないですか、うん、なんか冒頭の分喋って、うんうん、じゃあみんな自己紹介してくださいみたいな、じゃあとは分けてみたいな、うんうん、で何分、あとは時間を適当にこう測って、でその間にこう好きに喋って、時計なったらあじゃあ変わりますみたいな、あと思いつくままにシャッフルするんで、うーん、あなるほど、ね、じゃあみたいな、そことそこのお二方こうでみたいな、なんかそんな感じで、結構固定されるやん、その人たちだけみたいな、全員ガシャじゃなくてこことここだけとか。あ、一応でも最近全員とお話できるように時間を割り振りするようにしたんで、全員がもう全員とこう、あ、なんですか、そのテーブルに一緒に座る形にはなるっていう。うんうん、それは何名限定で？8名限定で。8名か。じゃあやりやすいね。そうですね。私がもう。自分がやりやすい人数がもう8人やなって、うんうんうん、そうやね、8名ってやりやすい、一番最大数みたいですね、うん、やるにはね、うんうん、私が回せる数というか、うんうんうん、私が参加しててもこの1テーブルに4人以上いてると話が分断するんですよ、うん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 、で結局ここが喋りたかったのにそこと喋ってしまって、ここと喋ってしまってたらここ喋れなくなってるとかだったら、うんうん、なかなかねってなるから、うんうんうん、4人が全員ちょっと喋れるような、目くばせできるような会話できるグループが良くて、へそれが4人やなと思って。へ、それはでも、うん、できるもんなん？できます。どういう風にしたいとか、コツは？いや、コツはないんです、ないんですでも4人って多分すごくいい数字なんですよ。偶数やから、うん、これがでも6人やったらもう本当に分かれるんですよ。へ、これ見てて6人とかの、グループにさせられるところに行くと、もうだからこっちが喋ってたらもうなんかこっちがもう本当に暇そうなみたいなとか、あ、はい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 、とかなってるから、せっかくお金出してきたんですよね皆さんみたいな、うん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 、なんで交流しないんですかみたいな感じなんですよ私が、うんうんうん、なるほどなるほど、素晴らしいじゃんそれは使わな、そう、だからお金を私はいただくんであればみんなにこう喋ってもらいたいから、絶対こう私も参加するんですけど、うんうん、私が参加してるグループは喋ってない人がいないように、私はこうこの人結構喋る、ずっと喋る人ずっと喋ってるんで、うんうん、その人の話はいつ切ろうかなみたいな感じで思って、うんうんうん、あこのタイミングであどう思いますみたいな話振る役に徹してますけど、すごいすごい、それはでもよう耳は働かさなあかんし、ね、ようこうこう何アンテナを張り巡らしとかなあかんし、うん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 、来たメンバー全員を把握して
だっていやいやその日ね会うのが、うん、あの初対面の人がほとんどでしょ、はいはい、するとどういう日とかを瞬間的になんとなく察知をして、うん、で話して確認しながらこうやからやっぱりこの人はこうやなとかっていうこう振り方をするわけでしょ。要は無意識にしてるんじゃない。一応でもね自己紹介のカードみたいなの書いてもらってるんでその趣味とかなんかそういう好きなことを書いてもらってるのを見ながら切り替えますね。なんかつなぐっていう感じですけど、まあ、話題を180度変えてみたいな、へえそうなんですねとか言ってこっちで聞きつつ相槌は打ちつつ、えあそういえばなんとかさんのこれってどういうことなんですかって本当にもう、はいはいはい、もうほんまに切り替えないとここの話が終わらん時もあるんで、でパッと変えてその人が喋ったりとかする方がこれはすごい才能じゃないできるのって私それ要せんと思う。あなんかただただうんうんって聞いても話喋らせとこうかなみたいなちょっとタイミング見たら自分は全然ちゃう方向いてたりとかするタイプなのでわざわざ周りのこと考えないからそれはすごい能力じゃないですか。そうなんかねスキル的に私でも多分参加側でもそれやってたんですよ。あーはいはいはいあーはーはーはーやってしまうタイプ。そう、へー私がでも私もだから参加したからにはみんなの話が聞きたくてみたいな、なのにこの人のなんかお話なんか最初の触りは楽しいんですけど、うん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 、なんか共通釣りが例えば釣りが好きやったとします。でめっちゃ深いとこまで釣りの話されてたら、うん、他釣りに興味ない人楽しくないじゃないですか。楽しくない ね、ここだけはすごくなんかなんとかのなんとかがさみたいなこう、うんうん、ルアーのとか、うんうん、釣り竿のとか言って話して、うんうん、話し込むのは後日で良くないみたいな話で後日っていいな後日で良くないみたいな感じになるんで、なるほどね、深くなるんだったら、うん、ちょっと違う人と喋ってもらおうかなみたいな。あなるほどねなるほどね、あすごいな、それでもできるってすごいね、すごいんじゃない。そうですね、いやそんなみんなができることではないよねそれって。あそうでも無意識なんですよね。なんか無意識というか子供の頃から、うん、例えば家族間のコミュニケーションにしても、うん、あの気を使ってたって自覚がある。あちょっと雰囲気悪いからこうしとこうかなとかなんかそういうことを気づいちゃうっていうか。あでもなんか察知する方でしたね。うん私一番下なんですけど、あのお姉ちゃんのなんていうんですかね雰囲気とか、うんうん、気は使う方ではあると思います、うんうんうん、まあでもチャラけてるキャラなんでおちゃらけるみんなを和ませるキャラみたいな感じで家族の中で位置してると思うんですけど、まああえて自分でその場所も作ったって感じがあるわ、ね、そうですね、すごいすごい。で今、計画している交流会は計画している交流会ですかはいつも毎週日曜日の、朝10時10分からやってる会と、あとは今ね女性だけの会を作ってて、これはもう女子限定なんですよ。参加できるのが女性だけだけっていうのはやっぱ女性がやっぱりこう女性だけとつながりたいみたいな意見をいただいて、じゃあ作ってみようかなで作らせてもらって、これはその平日の週と土曜日の週とあるんで、今私が把握ちゃんとしてるかな。あ、来週だから5月1日は土曜日で、うんうん、その次の週は木曜日に6にするっていうこう、うーん土曜日の週があったら木曜日の週、土曜日の週、木曜日の週みたいな。それ女性限定の。それ女性限定です。朝やってるっていうのは毎朝ですか？毎朝じゃないです。あの日曜日の朝。日曜日の朝。それはズームで？リアル、リアルカフェに来てくれはんねやね。はい。集合させてもらう。それも8人？そうですね、8人で。でそのねスケジュールは、うん、あのどこに行ったら見れるんですか？コクチーズっていうサイトに。コクチーズ？はい、コクチーズに載せてるんで。そう、あとはなんか今月1回、うん、あの SE さんとかとあのフリーのエンジニアさんとコラボして、うん、IT トーク会みたいなのもやってるんですよ。あすごいすごい。そう IT に関連するお仕事とかに興味がある人とか、その もはやお仕事としてしてる人
を集めた会にしてて、すごい IT も好きなのじゃあ。あ、そうですね、なんかその辺もなんか苦じゃなくて、あ、素晴らしい、テレビの配線とかできるんですよ。ちょっと教えて。そう、昔から、IT、だからこういう機会見たらちょっとテンションが、なるほど、それで上がるなって。もう全然触ったことないですけどね、こういう DJ とかそういう音響系の機械触ったことがないですけど、こういう機械を見た時に私は結構こう心躍るタイプ。あー、なるほど、配線が上手だから組み合わせるのも上手。あー、そういう、あ、そういうところが見つけられてピシュッて入れられるわけや、うん、あーかもしれない。あー、そういうことですね。そういうことですね。うん、素晴らしいね、いいね。そう、新しいもの触るの好きなんですよ。へ、あと DVD とか出たりとか、もともとだからビデオの時代から始まってて、うんうん、ね、カセットテープ入れてこう巻き戻して録画してみたいな世界がこの CD 化したじゃないですか。で、じゃあどうやって撮るみたいな、でチャンネルでこうやってみたいな、あ、ここ押したら録っちゃうみたいなんで、だから家族の中で誰よりも先にあの、ああいう機器の使い方を覚えて教えるみたいな。まあ、説明書読まずに。そうですね、だいたい読まずにまず触ってみて、それってもっと使えるよね、じゃあそのスキルはね。すごいね、素晴らしいな。もっともっとじゃあいろんな種類の交流会もできるじゃないですか。どういう種類のですか。つなぐやつ、だからつなぐやつ、IT、まあまあ学ぶ気がないとあかんのかどうかっていうのはあるかもしれないけど、はいはい、IT が好きでそういうこうつながりも持っている、うん、でまあ、それを学びたい人も当然いるやろうし、うんうん、あとは何か相談窓口とか、うん、なんかいろいろできるんじゃないの。人だってコネクトするのが上手ってことやからね、結局ね、うんうんうん、あの IT に限らず何かこう需要があるものをつなぎ合わせることがもっとできるってことだよね。へ、うん、それこそそういう請負い会社は当然山のようにあるやろうけれども、うんうんうん、あのこれに特化してやる場合はどうしたらいいですかとかっていうのも、うん、もっと専門的にアドバイスがもらえるなら助かる人もいるやろうし、へ、一人じゃなかなかね、まあ、当然ググったらいっぱい情報って出てきちゃうからね、うん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 、なんかサイトやら何やらってページがあって言葉でバーッと、ね、活字で書かれてはいると思うけど、実際それこそネットワークズームとかで、ね、できてしまうわけやし、確かになんか写真とか図とかも、図っていうかあのこういう画像を出してここはこうつなぐ、あ、でもなんかその人とつなぐ能力をもっとどっかに使ってほしいな、なんだろうな、あ、なんかできそうな気がする、もっと。なんかありますかね、マッチングみたいな。マッチングですか、うん、うん、できると思います。だってそういう力持ってる人って全員が持ってないから、うんうん、例えばクラブハウスのルームでさえモデレーターさんが上手じゃなかったら、うん、やっぱり話が誰かがずっと独占して喋っちゃったりとかね、いろんなことになるじゃないですか、うんうんうん、そういう能力があるってことやから、あるいは声を聞くからすぐ分かるでしょ、あ、この人こうやなとか、うん、この人のさ話が遮られちゃったなとか、もっと聞きたいなとかあるはずなので、うん、なんかそんな、なんかできそう、できそう。へえ。ちょっと全然私ごめん、イメージ湧いてこへん、自分のない、自分の中にない分類世界。なるほどね、だからマッチング、なるほど、マッチング、だからその交流会でも出会った人たちでそこから何かが広げられるようにっていうのは、これからもっとできるやっていきたい方向ではあるんじゃない、うんうん、そうですね。でそこがまた自分のルーツを探る方向にもいけるやんね。私はここが得意やから推し進めていけるじゃないけど、はい、でさらにそれをコンテンツ化してこういう風にしたらあなたもできるようになったり、これできたらいいんじゃないですか。はい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 。だからでも交流会やってみたい人とかには全然こうレクチャーしてあげたいんですよ、うんうん、全然コクチーズこうやって作ればできるしみたいな、こういう発信していけばだいたい集まるよとか、女性だったら結構集まってくれる率が高いんで、うんうん、とか思いますね。コクチーズは需要高いですか、やっぱりいろんな人に。まあそうですね、交流会回ってる人たちにとっては目につきやすいツールにはなってますね。でも何ですかね、他にもだから私が挙げるとしたらコクチーズと、まあ、ジモティとか使ってて、うんうんうん、でももうちょっと行くんだったらツイッターとか、なんかそのちょっと違う SNS も使っていくと
言ったらなんかまだそういう交流会とかを知らない子たちが交流会とかを知ってくれるとより嬉しいなって思って。この間出たよね、どこで見たかな、ツイッターとインスタとフェイスブックを使っている男女比と年齢層、うん、はい、20代が多かったのが、うん、インスタかな、インスタか、10代20代、はいはい、で、30代40代はフェイスブックが多くて、ツイッターも20代30代20代、うん、30代多い、若、ちょっと若めかな。ツイッターは結構独特な世界があるので、うん、インスタの方が全然インパクトはやっぱり若い女性には与えるんじゃないかと。今みんなインスタに集まってて、まだインスタはの成長途中とは言わへんけど、うんうんうん、あのビジネスチャンスがいっぱい転がっているとすごく言われてるのはインスタやね。ツイッターよりインスタ。そうなんですね、うんうんうん、でフェイスブックは使い方によると思うけど、やっぱり何かの受け口として使っている方が、最終ここに集まってくれたもののグループはじゃあ、あのフェイスブックで見てねとか、何々の使い方とかやり方とかっていうのはフェイスブックで見てねとかってやってる人は多いけど、なるほど、そんな感じで使ってはるんちゃうかな。なるほどなるほど、全部関連して使った方がいいとは言ってた上手に、うんうんうん、なんかそれぞれ得意な部分があるというか、あるあるですよね。ツイッターだったらこう流れるから、うん、でも即時性といったら流行がすごく追える、うんうんうん、確かにジャンルやなと思うし、インスタやったらやっぱ視覚的にこう見れるから分かりやすいなって、うん、個人的にはインスタの方が好きかな。ツイッターはやっぱりあの悪くないけど、うん、そのネットサロンをやってるとかいう人、あと副業だとか、はいはい、なんかそういうのを勧めてる人ばっかりが多くて、あ、うん、ちょっとな、なんかそれだけっていう、なんかそこそうじゃないよな、生きることってっていうふうにふわっと浮いてきてしまう常に、ね、うんうんうん、やっぱりこうほらフォロワーを増やすとか、うん、あのインプレッションの数を増やしたいとか、そういうことを、うん、目的に字を書いてることが裏が見える瞬間があるから、うんうんうん、これは読んだ今意味なかったわって思う時もあってそれやったらもう全然インスタの方が画像で訴えてくれる何か努力して、みんな今ほらあのカンバとかで、ね、うん、すごい努力して作るじゃないですか、うん、画像も、うん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 、あの方がよっぽどな、なるほどね、かな、うん、ただインスタは、どんな写真を載せるかやっぱりコーディネートしないと 目を引くように統一性があった方がいいとか、なんかそんなことはこの間クラブハウスで言ってたよね。え ね、言ってますよね。インスタグラマーのなんかあの書いてありますね。そうそうそう、あんな勉強になりますね。めっちゃ勉強になりますよね。いいじゃない、やりたいこといっぱいじゃない。わかりました。ちょっとなんかワクワク、もう、あ、いいですね。でしょ、今日もだからちょっとインスタのこう活用方法を調べてたりとかしてて、あ、ね、ちゃんとだからこうフォロワーが多ければ多いほどいいわけではないみたいな。ただ1万赤超えると1万赤やね、1万赤超えるとアドレスをつけれんねんって、あのコメントとかするところにも、URL を、はいはいはい、今ってプロフのとこだけじゃないですか、うんうん、でもフォロワー数が1万赤1万超えると、うん、あの触ったら出るようにしてもらえ る、今は全然できへんや、触っても開けられへんやん、うん、これじゃんみたいな、うんうんうん、それはなくなるんだって言ってた。なるほどね、いろいろそういうねツールの使い方もある、裏技があるらしく、そうですよね、最近やっとそれを聞けるようになってきたから、そういうからくりが世の中あって、いや、そう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 、甘くはないよね、ねえ、こう時代にちょっとねちゃんと乗っていけるような感じでねえやりたいなと思ってて、いいですね、そうそうなんですよ、素晴らしいことですね。そうね、でも、うん、そうやな、どんどんそれをでも宣伝して皆さんをコネクトしてあげてください、ね、はい、絶対そのコネクションしてもらえることが必要な人はやっぱり山のようにいるので、うん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 、そこを気づいて、あのこの人とこの人いいんちゃうとかマッチングができると思うので、はい、それは絶対A能力ですね。お、やってみよう、発信とコネクティングですね。そうですね、いいものいただきました今日。やっぱりなんか学ぶことは大事だそうで、うん、で、あと、これこういうことをしたいと思った時に、うん、これも最後の締めの話になりますけど、はい、ですね、あの何かをこう叶えた夢をこんな風になりたいなしたいなって思った時に、うん、何々したいって言っちゃったら動かへんねんて。
言霊の話です、ね、はい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 。死体って漢字で書いたら死体やん、死んだからなんですよね。あ、死体は動かないわけです、うん、だから死体って言ったら動かへんねんて。へー、何々だからこそ何々するって言い切らなあかんよっていう話をこの間教えていただきまして、もうあれ以来何々しようと思うでも弱いんかなと思いながら、何々したいとは絶対書かないように言わないように書かないようにしてる。ああ、ね、言い切り大切って言いますね。そう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 です、言い切り大切ですね。もう常にそうなった自分を思い描いて、もうこうなっとんねんぐらいの勢いでいく方がいいらしいですけどね。イメージね。そうそうそう、あ、面白いですよね。いろいろありますな。でもいいですね、あのどんどんできればまたあの懲りずに出ていただいてですね、発信をしてもらえば、まあ、ネットラジオなんでね、どこまでの人が見てくれるかは分からないですけど、うんうん、私一応1600ツイッター言い張るので、うん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 、フォロワーさんも一応皆さん見てくださるので、うんうんうん、すごい、流せるように。もうツイッターはね、だから人数増やすことにまず最初募集して、どんな内容でも人数さえ増えれば、うん、まず目に触れるチャンスが出てくる。そうですね、うんうんうん、あのやっぱり1万アカとか持ってる人ともしつながれれば、そこに載せられればみんなが見てくれるとか、そういうのがね、大体それでも協力してくれるのは5000アカ6000アカの人たちがどんどんどうぞとか言ってくれはるけど、そういう利用の仕方もツイッターはねありますね、うんうんうん、でその分自分も有益な情報もらえたりはするっちゃするので、でも個性はなくしたらかな、うんうんうん、どこでもなんでも、うんうんうん、いいね、楽しみだね。ありがとうございます。よかったです今日。いや、ありがとうございます。こちらこそいっぱい喋っていただいて素晴らしい。もうほんまに何喋ろうと思いながらね、出たやん、上手に喋れるもんですね、やっぱり。喋れるんですって。だからあのかったかった、お仲間を見つけてまた出て、ぜひ来てください、ね、連れてきますね、もう連れてきてくださいね。どんどん発信して、あの女性がこれから変わる時代、女性が引っ張る時代なので、ね、どんどん活躍をしてください、ね、今日はありがとうございました。こちらこそありがとうございます。全然お待ちしております。はい、ありがとうございます。どれをすんや、ほんで終わるのは6。ありがとう、またね。バイバーイ。